はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ガデさんちへようこそ。今ね、百均といえばなんですけど、ダイソーだったりキャンドゥとセリアの三強なところが多いですけど、まあちょっとね、田舎の方に行けば百均とは言ってるけど、そのダイソーとかセリアとかキャンドゥとはまた違う、その地域密着型なお店ってありますよね。その独自色が強いというかさまあそういうのがあって、いつお客さん来てんのっていうようなところってありますよね。ないっすか。本当に品揃えがちょっと少ないとかさ、何年前のものこれはっていうようなものがあったりだとか、うん、あとね、ちょっと埃がかぶってたりとか、うん、やる気あんのっていうような、まあ地域密着型のね、百均があったりだとか、その有名どころの百均よりもものすごく活気があるような百均のね、ところがあったりとか、まあテレビとかでよく見かけたりしますけど、皆さんそういうところって行ったことありますか？私は実家の方にね、あったような気がするんだけど、やはりその初期の百均のような感じで、うんふんっていう感じだったよね。その物がすぐに割れちゃうとか、そのハンガーとかでもすぐ壊れちゃうとかっていうような、すごくイメージがあったりとかしてて、なかなかそこの地域密着型のところには行かなくなっちゃったなと思って、うん。で、大体そこってね、まあ潰れて他の店舗になったりだとか、まあ同じ百均だけどそのダイソーになったとかっていうのがあるよね、多分多分あると思う、うん。なかなかね、そういうのふとした瞬間に見つけるんだけど、いざそういうのを目的として、まあ YouTube とかでね、なんか上げそうな感じもするんだけど、地域密着型のその百均とかね探そうと思ったらなかなかないんだよねその地域密着型のさ、あのコンビニってあると思うんだけど、それを探すようなもんで、ふと瞬間にそういう見つけようというふうにね、思わない時にすぐ見つかってね、百均に行きたいと思ってそれを目的に行くとなると、同じところを通っているんだけどすぐに見つけきられなくなっちゃうとかさ、なんかそんな感じのことが多々あるね。まあ百均に限らずなんだけど、うん、トイレ行きたいなとかコンビニ寄りたいなって思う時に限って、そのコンビニがないところにの道を通っていたりだとか、うん、トイレがないところに行った、あのね、道を通っていたりとか、うん、コンビニ必要ないよね、まあ買うものないしって思っている時に限って、その密集地に行ったりとかさそういうのはあるよね。皆さんどうでしょうか、そういうことってありますか。それでは皆さん、さようなら。